1月6日午前スラローム1本目、インスペクション後1本目です。大会だと思って真剣に滑ってください。大会レース1本目、カイト、大会1本目だと思ってですよ。スラローム午前1本目、インターバル 10.5、 コンビネーション 5.5、 バーンはパックされてます。ハードパック、アイスではありません。これは石塚選手かな、石塚千尋、東京都 K1 6年生、大会1本目だと思ってインターバル 10.5、 コンビネーション 5.5、 俺ジュニアよりかかってるぞ、頑張れ俺。はい、たまちゃん、インスペクション後滑走1本目、ビデオ撮り1本目、大会だと思って1本目から集中していただいております。バーンはハードパック、アイスではありません。非常に締まっているんです。たまちゃん手出せ。はい、エマ、ここから行きます。1本目、横向いちゃダメだよ、横向いちゃダメ。そう、ストックしっかりついて、ストックついてるのはいいよ、横を向かないよ。はい、こっち向いて、そう、頑張って、こっちこっちこっち向いて、こっちを頑張ってる、こっちだ、ここら待っててね。今山ちゃんビデオ撮ってるからね、スタート1分まで待ってて。はい、ここら1本目逆手マシン、これマシンなんだから手下げちゃダメなんだ、そうそう、もっと、おい、足を動かさないからですね。ここらもいかに上半身お腹でリズムを取ってるかが分かります。すね、足首からリズムを取ってない、滑ってないのがこうやって、先日のレオンと一緒です。マシンを持たせて固定すると全く足が動きません。いかにお腹とか腕でリズムを取ってたかということです。カリンかな、カリンだね、カリンちゃん相変わらず出てくるのが遅いです。セットも終わり、インスペも終わって、多分インスペしてません。お父さん、もう少し早くゲレンデに出るように中学校3年生指導をお願いいたします。そう、うん、構えがいいぞ、構えを下げなくなったのすごくいいよ。はい、下げ足、大会だと思ってね、もうインスペクションしたから、よーく集中してからスタートしなさいよ。大会レース1本目だと思って。はい、つばごレーシング、コド1本目、俺落とされるな、俺落とされるな、エッジングが下になってるぞ、おり、はい、ちょっとポジションが後ろかな、コード。そうすると入りません。大会なら D級ですよ。はい、下げ足、1本目、インターバル 10.5、 コンビネーション 5.5、 大会1本目だと思っていけ、おい、はい、中島さん1本目、71歳、御年71歳の滑りには見えません。素晴らしいです。
この急斜面。もう素晴らしい。ただあまり手をこう振り回さないように。どちらかというとある程度前、両手を前で固定してた方が素早い切り返しにつながります。カレン、2本目、伸びるな、スネ入れろ。はい、チーロ、ちょっと待っててね。踏み込め。はい、カイト、2本目、ゲートの上でしっかりスネを、糸振らない。うん、コンビネーションいいよ。そう、糸振らないよ。無理。ほらね、右外側の時に一回スネが立っちゃいます、直立しちゃいます。そこで迷ってるんだよね。はい、石塚千尋選手、そう、スネをしっかり入れるように指導しました。そう、スネをしっかりゲートの上でしっかりスネ入れて、そうすればポジションが遅れないよ。うん、ちょっとスタンスが広いのがあるけど、まあすぐには治らないと思うんで、そうですね、しっかり。あと腕を一度一度下げなくていいよ、下げなくていいよ。しっかり前に構えてね。はい、玉ちゃん、2本目、しっかりと手を前に、そう、うん、この辺から良くなってきた。急斜面でやっぱりちょっと後ろに引けちゃうからね。左足がちょっと弱いんで、左の踏み込みを強く。お願いします。かりん、ちょっと待ってて。ほら、後ろになっちゃうとああやって糸動かなくなっちゃうよ、たまちゃん。はい、かりん、滑走2本目、できるところは逆手を、ここら辺は無理だろうね。この横向きスタイルだと逆手はできません。この辺からはできるはずだよ。そう、左手は昔からの振り込み癖があるんで、手が出てくるんで逆手ができます。でも右手は振り込み癖がなかったんで、逆に手が出ないんで逆手ができませんね。ほら、左側は振り込む癖、昔から振り込んで滑ってるからすぐ手が出てくるんで逆手ができます。はい、下げ足優、2本目、スノローマン2本目が勝負だ。もっと動けですね、もっと動け、もう立てろ。はい、中島さん、御年71歳、スラローム。そうです、そうです、そうです。今ちょっとですね、先ほどの腕を振り回すの、もう少し腕の間隔を狭くということでご指導させていただいて、いいですね。そうです、素早い切り替えができると思います。お願いします。今度またビデオ撮るからちょっと待ってて。そうです、そこでしっかりスネを入れて、しっかりスネを入れていきましょう。はい、今度は2本目、しっかりすねと膝を前に出して、ポジションを後ろにならないようにと指導させていただきました。後傾にならなければ入れるよ。そうで、手を下げない。これ、動け、手下げるな。はい、カレン、3本目、ちょっと待っててね。今日はビデオいっぱい撮るよ。カイト、
三本目。そこを一発で踏み込む。はい、ちょっと待ってて。そうそうそう、一発で。あー、ちょっと今パラパラしたぞ。これでも躊躇してる。それだとね、たわんだ板が一回解放されちゃうんだ、あそこ躊躇すると。はい、ここな、3本目。はい、行きます。ちょっと待っててね、まちゃんビデオ撮るからね。そう、怖くない怖くない怖くない。俺しっかり伸ばせ。そう、押し込むで、すねと棒を押し込む、押し込む、そうそう、すねと棒を押し込め。うん、怖くないよ。ほら、避けなくていい。しっかり伸ばしてればいいだけ。そういうとこも全部。はい、エマちゃん。ちょっと待っててね。ビデオ撮るから。こっち向け。こっちはいいんだよ、頑張るね。そうそうそう。こっちの時に、こっち、違う。こっちだ。こっちは頑張ってるよ。こっちだよ、エマちゃん。こっちの時に、ストックを出そうとすると体まで向いちゃうんだね。こっちだよ、こっちだよ、こっちだよ、向くの。こっち向け。はい、チーロ。さっきよりね、スネが入っててよかったよ。ああいう風に、はい、チーロ。3本目。そう、スネをしっかり入れることと、構えを下げないこと。おれー。それからスタンスが広くなりすぎないことを今指導させていただきました。ね、スタンスが広くなると早い切り替えに対応できません。スピードのついたスラロームですとか急斜面のスラロームにスタンスが広すぎると対応できません。たまちゃん、3本目スタート。ね、急斜面になるとたまちゃん手が引けちゃうんで、そう、うん、で左足をしっかり踏ん張る。うん、はい、そう、そうです。すねを入れて膝を前と、たまちゃん。はい、かりん、3本目。この辺は無理だろうな。横を向くと、もう逆手はできません。この辺からできてくるはず。ほ、はい、下げ足。今日はビデオいっぱい撮るからね。ちょっと待ってて。俺、遅い。手を出すのが遅い。そう、手を出すのが遅いから逆手。もう出す。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 遅い。手を出すのが遅い。下げ橋優3本目。この前から徹底的にスピードを上げるように指導しています。お願いします、お願いします。自分の限界スピードを決めないで、スピードをとにかく上げてくる。たとえ溢れてもいいんで、3本目から溢れてもいいからスピードを上げるように言ってます。まあいいでしょ。いいんです。ヘアピンコンビネーションのスピードを上げる。ストレートのスピードを上げる。インターバル 5.5。こんなものを入れなきゃダメです。5メートルぐらいもあります。スピード、これもそう、きっちり 5.5 以上取ってあるから溢れちゃダメです。はい、コード3本目。ポジションが下がらないように。お、いいよ、ストックしっかりついてるよ。うん、そう、いいよ、ストックつくようになった。 OK、 ストックつくようにすれば手が出てくる。ほい、3本目、防ぎ。構えが広くなりすぎないように。いい、いいですよ、素晴らしい。
はい、スネを入れる動きと軽く抜く動き、板で走らせてください。緩斜面はこれ4本目、高い高い、カイト4本目、すね、そう、一発で埋め、そう、いいよ、一発で、ああ今ちょっと躊躇したぞ。あ、体だけ移動すると踏み込めないからね。何言ってんだよ。ちょっと待ってて、そう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 、ひねるんだよ、こっちこっち見て、おお、いいじゃん、お、そう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 、こっち上がれ、はい、こっちだよ、こっちだよ、あー、ちょっとよじってるけど、こっち頑張れ、ストックが取れちゃった、こっちだよ、こっちだよ、広く構えて、そうか、ストックを使おうとすると体をどっち向けていいか分かんなくなっちゃうんだな。それでその姿勢になるんだね。取れちゃった。はい、チールちょっと待ってて。これ。はい、チールね。急斜面、まあ、緩斜面もそうなんだけど、急斜面になると地色はスタンスがね、広くなっちゃうの。多分踏ん張ろうとするから広く保つんだろうけど、広く保つとね、速い切り替え、スピードのついた中でのスラロームで、急斜面とか速い切り替えができなくなるから、気持ちスタンスをせ、はい、地色。4本目。スタンスを気持ち狭く。広くなりすぎない。うん。あそこがどうしても入れないんでね、もう落とされちゃってるんだね。ほら。ね、スタンスが広いと早い切り替えにね、どうしても耐えられない。もっとインターバルが広くて、もっと緩いね、セットだと入れると思うけど、 10.5 ぐらいになると入れなくなっちゃいます。じゃあ4本目、ちょっと待ってて、うん、ママちゃん左足をしっかり踏み込もうね、うん、そう、押し込んでいいよ、この辺になると構えもいい、うい、大丈夫か、はい、足りん、4本目、早く出す、そう、早く出す、一回引くから出なくなっちゃうんだよ、はい、下げ足、コンビネーション 5.5 はきっちり取ってあるから、ストレート 5.5 インターバルはきっちり取ってあるからね。5.5 ぐらいのインターバルで入れないのは困ります。しっかりと、ケツが落ちると動かなくなるから、しっかりとももを立てて素早く膝を返してください。とにかく膝を早く返す。オープンゲート、ストレート全部、何でもいいから膝をしっかりすね入れたまま早く返すよ。はい、もう一本ビデオ撮るよ。下げ足、4本目。この行きます。お願いします。ちょっと待ってて、早く返すよ、ケツ落とすな、そっから早く返す、トントントン、おい、ちょっと抑えたか、スピード、ちょっとケツ落ちてんな、ほど、4本目、うん、ちょっと後ろだ、後ろになってるぞ、ほらブーツのふくらはぎに寄りかかってるぞ、
島さん、4本目。そうです。構えを。そうですね。そうです。そのぐらいがいいと思います。あまり広くするすぎると、左右のブレ、重心がブレが大きく、遠心力が働いちゃうんで、腕で。ブレが大きくなっちゃいますので。はい。いいですよ。そうです。素晴らしい。そう。ゲッツが入れて抜く。反射面はちょっと抜く動きがあってもいいですよ。はい。カレン、5本目。ちょっと待ってね。今日全部ビデオ撮ろう。カイト、5本目。ゲートの手前で躊躇するな。自分、一発で、それはね、振り込んでるんだね、それはね。うん。一発でも、ちょっと横に出してるね。ちょっと横にスライドさせてる。もう少し板を、すねを、右のすねを入れるイメージ。右のすねを入れ込んで踏み込まないとスライドはダメです。エマちゃん、ここまで行きます。ここのとちひろ、ちょっと待っててね。もう今日全部ビデオ撮るからね。ちょっと待ってて、エマちゃん。はい、ストックをつくことと前に出すこと、ちょっと忘れていいから、体しっかりひねって、こっち、うん、そう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 、うん、あれ、こっち向くよ。うわ、手を出そうとする。なるほど、体はこっち向きたい、手はこっち出したい。それで葛藤してるわけですね。うん、確かにそうだ。手は出さなきゃいけないけど、胸はこっち向けなきゃいけない。ちょっと後で教えましょう。押し込め。はい、千尋、ちょっと待っててね。押し込め、そう、押し込む、そう。おい、いいじゃねえか。そうだ、できてきた。俺、ほれ、こういうところもだよ。できてきたぞ。押し込む、怖がらない。押し込め、そう。バーと、すねを、押し込む。押し込む。もっと押し込め。すねも押し込め。うん、そう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 、怖がらない。最後のすべても怖がるなよ。オッケーオッケー、はい、はい、千尋、スタンス、ちょっと、そう、後傾にならないように、外足のすねをしっかり入れて、そう、そう、ほら、入れるじゃん、そう、ほら、手が下がると、下がってできなくなる、手下げない、ほら、ほら、下げない、下げない、手下げない、ずっとキープ、顔の前にキープ、顔の前にキープ、そこにキープ、そこキープ、そうそう、そこにキープ、急斜面もそこでキープ、ほら、下げちゃうんで、下げないよ、下げない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 。下げない。はい、たまちゃん。下げていきます。ちょっと待ってて、もう今日は全部ビデオ撮るよ。そう、左足を踏ん張ろうね、たまちゃん。おい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 、5本目ですが、急斜面はバッチリです。この辺ちょっとソフトで若干折れてきましたが、今日はもう整備なしです。この人数で入れても変わりません。整備入れてもこのまま行きます。はい、先足5本目。とにかく限界スピード上げて早く切り替える。そういう中で覚えていくんです、動きを。いつも同じスピードで滑っちゃダメです。ボールが迫ってくるスピードを上げてる、滑る。そうやってどんどん上がってきます。滑走スピードが。はい、鼓動。さっきはちょっと後ろだったぞ。お、お、うん、これいいぞ。ほら、すねが入ってるぞ。いいぞ。ほら。ちょっと今お尻、お尻が落ちるとこう抜けちゃうよ。はい、鼓動感。雪の森の中から。出てまいりましたね。お尻が落ちるとああやって抜けちゃいます。最初よかったのにね、何ターンかすねが入って、ちょっとこの辺もやっぱお尻が後ろなんだよね。
はい、急斜面は横を向かない。手がすぐ出るように下げない。下げるから出てこない。これ、これ横を向くな。下げないよ、ほら下げないよ。下げなくていいんだよ。ずっと出したまま、ずっと持ち上げたまま。下げない、下げない。後ろにも引かない。出したまま、出したまま。